しげしげチャンネル。どうもしげしげです。本日も無課金サブサブ赤コラボ禁止しげドラやっていきましょうということで、本日もガチャからやっていきたいと思います。ユーザー情報、購入履歴、無料配布分5個ということで、滞在流と鍵の勇者ガチャ引きたいと思います。お願いします。勇者来い来い。はい、あ、金はもういいかな。暴食さ、めっちゃ出るよね。これ4体目だわ。サポートメンバーのふみちゃんがやってるふみパズでも暴食4体引いてましたね。はい、まあそんな感じで本日なんですけど、裏異形リベンジ行きたいと思います。まだクリアマークついておりません。で、前回このね、滞在流ジビを使って、これリーダーで挑戦したんですけど、まあドラゴンのエンハンスの役もいないし、なかなか火力がちょっと足んなかったっていうことでサブに入れてみました。で、エンハンスをポルスにアシストしているカラット、これでまあ後半のちょっと固いところ抜きながら、フレンドさんアルジェで無効貫通スキル使いながらって感じで、ペゴランで覚醒無効だったり、消せないドロップ状態の全回復、スキルレベル上がりきってないんですけどね。それで言うとジビも上がりきってないんですけどね、全然上がってないわ。で、毒目覚め対策は光目のはで、自分のリーチェ、これでやっていきましょう。そろそろ勝ちたいな。もう何回挑んでるよ、もう分かんないですけど、とりあえずアルジェこれ初ターン変身できるんですよね。滞在流がマジで優秀で、ジビに関してはこの攻撃的な覚醒持ちながらスキブ5ですから。で、フェゴランもね、素で4つだし、超優秀だよ。ありがてえ。コラボじゃないイベントでね、本編のイベントでこういう強いの出てきてくれると、本当に縛りプレイしている私は大喜びですよ。大歓喜。こういうのどんどんやってほしい。さあ、ここは抜けなくても固定ダメージ OK。 さあ、バトル2だから基本的にフォルスのとこのエンハンスは使えなくて、ずっとボスまで温存だから、指を奪われたくない。いや、ただの願望でしかないんですけど、指を奪われたくない。はい、願望です。願望でしかないです。で、あとされたくないことで言うと、覚醒無効もポンポン出てこないでほしい。 OK、 抜いてるね。そんな感じかな。メノアンとか一発打っとこうかな。ブラスト、あ、でもヘイストか、ワンチャンありだな。じゃこのまま行こうか。まあ、日の三葉もね、結局引かなければいい話なんで、それも願望ですね。うん、願望しかないけど、いや、勝ちたいじゃん。そろそろ裏異形勝って、裂解をやり始めて、裏裂解やって、光引っかかっちゃってるんで、一回光全処理しましょうか。全処理して、L 字で受けて、裂解やって、裏裂解やって、修羅やって、魔法石85個ゲットして、滞在本気で引きたいな。もうちょっと引きたいな。なかなか熱いじゃないですか。勇者、また左に決まったのか今。勇者が欲しくて欲しくて、たまらんのですよ。まあ、グレオンとかかな。グレオンだよね、名前ね。間違ってたら申し訳ないんですけど、あの、火のやつ。火のやつがね、まあ、火属性結構割とサブ揃ってるんで、まあ強リーダーとして出てくれれば使っていけるのかなっていうところはあります。ここはまあ正月リーチェ溜まっちゃうんで、上杉が、あ、でも遅延食らうからいいのかな。いや、でも使っても溜まるよな。使ってフレーミングラスト打ちましょう。テストよし、これで炎波かかってるとはいえ、火の炎波なんで、そんなに関係はないか。抜けるか、どうなんでしょう。7コンボ。うわー、それ。それやるよね。持ち時間4秒減る。フニカル。受けれるか。OK。ちょい残し。あ、これでも10秒あるんだ。よかったー。よいしょ。
こんな感じで水得る。これで戻した黒猫ちゃん足元トコトコ歩いておりますが、はい、オッケー。で、玉ドラで遅延食らっちゃうのがこの辺ですね。遅延耐性も全然持ってないんで、集めてから挑戦しろっていう話なんですけどね。まあまあまあ、そこはなんとかやっていきましょう。もうだから今こうやって裏異形に挑戦してますけど、本当はだってあれですね、滞在流周回しなきゃ作れるかな。結構だからその周回パーティーみたいなのももちろん組めないですし、いやあれ素材めっちゃ大変だよね。まあメインアカウントはもうポン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 鍵作ってますけど、いやこれ無課金の人大変だろうなって思いながら作ってるんで、やっぱり僕の特徴というかがね、そのどっちの気持ちにも立てるっていうところがあるんで、とても気持ちはわかるんですけど、まあいくらそのね、門戸で買える、もしくはログインだったりダンジョンでもらえた鍵がね、いろんな携帯で強いって言われてたって、作れないことにはね、結局だってその周回でどれだけ時間使うのかていうか、闇じゃない、日の蜜葉回避しましたね。 OK、 まあ日の蜜葉が来てたら来てたで2人目のを使うだけだったんですけども、そしてコンボ吸収に引っかかっていく。ここは だるいな、ちょっとコンボ加算がないからね。ああ痛い、そうかリラチェン食らってたからか。よいしょ、これはどうだ、いい盤面じゃないか、いけるんじゃないか。オッケー、9コンボ、オッケー、よしよしよし、いい感じいい感じ、スキルはいい感じ。指がやべえ、指がホルス使いて低円だが、よいしょ、これで、バトル中、ルーレット、スタート。そこか、よかった、端っこでよかった、端っこならまだやりやすいっすわ。やりやすいって言っても組めるかどうかは置いといて、あれが光7、もう1個8、 OK、 装置コン、これでバトル11でしょ。うん、あーこれはじゃあ光目のは使おうか。 OK、 OK、 ナイス、弾き 100% か。ワンパンしたい。一旦ルーレットガン無視でいきますけど、マンティコアかな、上書きしてくれるキャラで言うと。マンティコアに期待。さあ行け。あーでもリーチ溜まってないな。マシンアテも、あ、全然口が回んない。マシンアテナ出るな。出た、ありがとう。溜めましょう、ちょっと怖いけど。まあただ指戻ってるし、L 字だけ気をつければって感じか。 L 字を気をつけながらスキルチャージかけるために前職消したい気持ちはあるよね。これ前職消してるんですけど、これだな、これだな、これだな、 OK、 前職消してます。 OK、 スキルやストライクはヒヤッとするからやめてほしい。前職消していきましょう。下から積んで闇多いから L にして、これで火、水、光、火、闇、 OK、 いよいよあと2回ぐらいかな、パズルすればたまります。シケリアストライク怖いんだよな。 OK、 回復ないから回復は書き取っといて、火組んだ、水組んだ、木組んだ、光とあと闇でこれで OK、 いいんじゃない、落ち着いてるよ。
復力。あ、回復力渋い。クリア連発やめてほしい。オッケーオッケー。今度光がない。光がない、把握しました。声出し確認していきましょう。光を取ります。はい、光取りました。で、火で L でいいかな？オッケー、どうでしょう。持ってきましたよ。さあ、リーチ溜まったので、ここをしのげれば。セルフコンバート。オッケー。では、リーチでいきましょう。HP が、回復力が渋いな。渋いというか、しんどいっすね。で、これで闇がない、闇がない。OK。6。あ、6? やば。6はやばい。うわ、ハカチン。あぶね。あぶねー。6はやばい。しっかり、しっかり、しっかり、しっかり。あぶねー、今のマジであぶねー。6はやばいよ。どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。うわぁ。どうしよう。6なんだよな。うわ、6はやばいって。何をやってるんだ。やばいか。うわ、6000。うわぁ。さあ、バトル中に帰ってきました。まあ、今のがね、ルーレット大嫌いと常に言っている人のパズルなんですけれども、また同じ状況ですよ。そして今度はまた指が奪われている。まあ言うて12秒あるんですけどね。まあ正月リーチェ打ちましょう。決めるぞー。7コンボ。 L 字がね苦手なんですよ。まず L 字が苦手で、こんなん。あ、待って、 L 字ほら、何これ。まあでも8コンボいけんじゃない。オッケー、よかったー。さあ、バトルジュースさん。あー、マンティコアが出ないってことはルーレットが浮気されない。でも、あと2ターンで終わるのか。そしたら、1ターン余裕あるんで、回復いらないから回復消しといて、あ、結構消しちゃった。オッケー、これで行きましょう。整地すればよかった。まあいいや。はい。今すごい皆さんの、画面には映ってないと思うんですけど、すごいところにね、黒猫ちゃんがいるんです、実は。あ、やばい、6コンボ。やばい、6コンボ。いや、でも属性、うーわ、絶妙に足りん。これやばいか、絶妙に足りんな。光の L とか、これぐらい。うわ、やば、すごくやった。やめとくれ、やめとくれ。うわ、やめとくれ、やめとくれ、やめとくれ。マジでやめて。ウルガー、ごめんて。はい。OK。はい、ということで、スタミナがなくなってしまったので、本日は以上です。これが無課金プレイヤーの辛いところでして、ちょっとね、ミスが2回続くともうスタミナがなくなってしまうっていう、こんな状況でさ、どうやって鍵を作ろうかと。まあただね、1ヶ月ぐらいあるイベントですので、ぼちぼち楽しんでやっていけたらと思っております。本日は以上です。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。さよなら。